まもなく戦闘エリアに到達。順次出撃お願いします。どうもこんにちは。いつも強化された機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの変形がエッチすぎる、2022年4月に実装された、600コスト汎用機、リゼルで成し遂げていくよ。変形解除は安全な起点で、高所であれば捕まっても大ダメージは受けづらいですね。もうちょい出てきてくれへんか。じゃあフルチャージショットからのビームキャノン3連打の2セット。ビームライフルから入り、ビームキャノン2セット、そして腕グレネード、通るようならもう一度ビームライフルを打ち込み、速度に変形突撃、ビームキャノン変形フルチャージをぶち込みながら、一定時間高速移動を行うことでさらに加速し、ラムアタックのダメージが3000となる、ハイブーストラムアタックで分からせ、おらあ。変形中は即よろけ射撃を緩和する衝撃吸収機構により優雅に飛行できますが、待機区的よろけスキルはないので注意ですね。チャージカプターヘッドをブルファに満たないまーい。囲まれていますね。タックルでこいつだけでも連れていきましょう。使命は果たした。あとは頼んだぞミナノシュー。変形を織り交ぜた射撃に加え、格闘もビームサーベルとロングビームサーベルの2種格闘。そんなリゼル君ですが成績が振るわず、年末に2度目の強化を受けました。本機は豊富な射撃兵装と変形時の吸収攻撃を軸に、近中距離戦を得意とする機体としております。過去の調整では攻撃機会を増加させるため、兵装を中心とした調整を行いましたが、各種戦績が再度低下傾向にありましたので調整しました。ということですね。勝率は 46.9% だったということで、薙刀大旋風やめて、もう少し警戒すべきでした。普通に失念していた。リゼルが強化を受けたのはまず格闘補正が28から32に4増加。飛型が下がっていたのでロングビームサーベルの初撃が入りませんでしたが、サーベル下から入った場合は、今のように真後ろではなく斜め横にスラッターキャンセルすると2段入れやすいですね。格闘補正が強化された上、ビームサーベルの連撃補正が 50% から 60% に向上。そして副兵装のシールド内ビームキャノンが強化。味方が拠点爆破向かってくれているので敵歩兵に備えてカバー入ります。ビームキャノンは威力が800から900に上昇し、ヒート率が 19% から 18% に軽減。クールタイムが 1.3 秒から 0.8 秒に短縮され、よろけ値が一発 17% から 25% に上昇。この強化を経てこのシールド内ビームキャノンがなかなかの強物となりました。威力900の3点バーストを2セット、ビームライフルから2セット打つだけで溢れる火力、そこから一発の武器威力が1000の高火力グレネードを2発、武装費足中は変形するわけですが、この変形武装も強化されました。ビームキャノン変形のヒート時間が18秒から12秒に大きく短縮され、チャージ時間も 1.5 秒から1秒に短縮。フルチャージショットはよろけ特性3点バーストな上蓄積よろけ値も高く、トップガン対決を制しやすい。タックルによるダウンを受け付けない近接トランスキャンセルからのタックル誤爆だー。コープレイとクソプレイの高低差で風邪ひきそうです。近接タックル誘発トランスキャンセルは相手をオーバーヒートさせる有用な変形テクニックですね。強化は以上となりますね。もともとこの機体スペック値は優秀だったのですが、バトオペの強化されやすい要因の一角ホバーが足を引っ張って勝率下げてたんじゃないでしょうか。特に二種格闘とこのよく滑るホバーの相性が悪く、まともな格闘追撃入らないことが多かったんじゃないかなというところ。しかし今回の強化を経て半端じゃない射撃能力をゲット。通常時の DIB キャブレコンボから変形 B キャ突撃。変形解除する頃には武装が冷えてるのでまた DIB キャブレコンボ、そして変形 B キャ突撃。近接戦闘もこなせるので、舐めてる敵は二種格闘でボコボコ。もともと万能機体だったのですが、射撃能力のやたら高い万能機体へと昇華されました。ホバーが苦手じゃないなら全然強いと思いますね。
なんかきちゃ、配膳スレイですね。有利射線を確保するとともに味方と挟み込みましょう。変形は突撃に使うのはもちろん、ポジションチェンジにも大変重宝。右から射線通されそうだったので高速ポジションチェンジ、と見せかけて突撃だー。やっとやめます。この機体に関わらず変形突撃機体は、先ほどのような前線が崩れてない状態での正面突撃は集中砲火されやすく大変危険だからですね。無謀な突撃かまして蜂の巣にされてるリベル散見しますが、それも勝率低下の要因ではないでしょうか。これはまずい、奴が来る。じゃあ、ダメージはまあいいんですけど、シールドごと持っていかれるのが普通ですね。強制噴射であがいたとて、ボクと、ロングビームサーベルした核をお見舞いするつもりでしたが、その前に昇天しました。案外刺さる鉄塔をぶっ刺した格闘。二枚抜きやがます。その踏み込み取り位置から読み違えて食らっちゃうんですねー。最後の出撃です。スコア差はかなり拮抗していますね。しかし味方の損傷状態が芳しくない。状況はやや劣勢。三連ビームキャノンでモリモリアーマーが減る強襲機さん。Y がこの戦いを終わらせる。強襲機のギラズールエリッキやれそうですね。まずは貴様からだ。まっすぐではなく三次元的なハイブーストラムアタックで仕掛ける。あ、これ無敵ですやん。おーおー無敵明け待ちラムアタック。ダメだった模様。しかし敵は他の機体アーマー機に余裕あるっぽいですね。残り時間10秒。倒すならやつしかない。強化されたリゼルならやれる。リゼル愛に力を貸してくれ。まだだ、まだ終わらんよ。後ろからの押し手は足踏み外しました。これが強化されたビームキャノンやー。いきますよ、せーの、ナムさん。わずかにスコア届きませんでしたが、グッドゲームでした。リゼル、ちゃんと運用すれば何でもできる上に射撃能力の高いハイスペック機体だと思いますね。それでは今回はこの辺でー。